いまだに中国とのパイプを持っているのは二階さんだけど、それがまあマイナス面も指摘されてるし、まあ和歌山にだけなぜパンダがいるのかとか動物園にね、あ、まあ、これも二階さんの力なんですけれども、あ、まあ、分かりやすい、分かりやすい、そうか、すごい、まあ、中枢と言いますもんね。そうだ、親中派なんで、やっぱりそれはね、中国もちゃんと二階さんのために和歌山の動物園に送るわけですよ。へ、まあ、そういうような、まあ、だからそれはもう本当に功罪あるんだけれども、例えば何かあった時も今の岸田さんだって二階さん何とかしてくれないか、例えば中国で日本人が拘束された時も全く今話できる人がいないです、外務省も含めて、という中で二階さん頼みになっちゃってるという状況になっています。